ホログラフィーについて。ステファン・ベントン教授の指導の下でこのほど発足した立体映像研究グループは、コミュニケーションの有効な手段として3次元の映像が持つ優れた可能性を開発し実証することを目標としています。コンピューターを使った大画面カラーホログラムの開発はこの研究グループの最新の成果の一つです。現在の普通のホログラムはこのようにガラスかプラスチックの小さな板で適当な角度から光を当てると映像が浮かんできます。これは2次元の像ですが、ちょっと動かすと右から左まで様々な像が浮かんで3次元の映像であるかのような印象を与えます。この様々な映像の動きがとても滑らかなので、ホログラムはまるで立体像のように見えるわけです。このホログラムをより迅速に完全な色彩でより大きな画面でできるようにという研究が進められています。また研究班は立体映像専用のコンピューターグラフィックの開発や自動的にホログラムを印刷するコンピューターの設計組み立て、高品質でよりスケールの大きな3次元映像を実現する新たな光学システムの開発にも取り組んでいます。ホログラフィーによって保存された画像は医学や芸術、教育、建築、工学などの分野で込み入った形や位置関係を分かりやすく指し示す記録手段になると思われます。このような純技術的な仕事に加えて、研究グループは3次元の芸術的映像の創造にも深い関心を持っています。実在する物体ではなくて構造設計の中で用いられるようなコンピューターのデータによって表現された何百もの透視画像で合成されたホログラムに対しても力が注がれる予定です。ホログラフィーのための画像はトリリアムフライトシミュレーターのような対話型の装置を使って編集されます。その上でコンピューターを使った描画技術によってきめ細かく表現されます。この描画技術は現実にはありえないような歪んだ像の動きを表現することもできます。このホログラフィーに対応する光学システムの設計も特別な対話型のコンピュータープログラムによって支えられています。ホログラフィー実験室は大型の無振動テーブルや強力なアルゴン、ヘリウム、ネオンレーザー、ホログラフィーの露光用に特別に作られた位置決め装置などが備えられています。これは私たちがアルコーブホログラムと呼んでいる新型のホログラフィーのプロトタイプです。この中にはホログラフのフィルムが円筒の内側に貼り付けられていて、その前に像を浮き上がらせます。まるで手で触ることができるようです。この円筒形の形はほぼ180度の広い角度から見ることができます。私たちはホログラフィーについて医学や工学、コンピューターグラフィックスという内容だけでなく、その大きさや色彩、さらにはホログラフィーの形式に関しても大きな改善を目指しているのです。今後数年のうちにホログラフィーは急速に発展することでしょう。